今日はてるてる坊主です。梅雨入りしまして毎日鬱陶しい天気です。今日も雨がしとしとと降っております。この曲は中山新平さんね、曲ですね。詩が朝原京村さんですかね。有名な曲です。お聴きください。またもや反省しきりな演奏でした。七高に持ち帰ってからですね、最後の方で地の狩りをこの上の小さい穴ですね、小穴を開けるべきところをこう狩りで吹いてしまいました。まあご愛嬌で。この曲ですね、中山新平さんの曲なんですけど、なんて言いますか、このね、やっぱりわらべ歌取り入れて、やっぱりこういうことをすごく研究なさってたんですね。本当にいい曲だなと思います。で、詩がですね、なかなかいいですよね。最初はね、てるてる坊主明日天気にしておくれって言うんですけど、なんていうの、こう晴れなかったらですね、最後4番だったかな、そなたの首をちょんと切るぞと。怖いですね。いや、子供の時もね、なんか結構すごいなと思ったような気がしますよ。ちゃんと晴れなかったら首をちょん切るぞと。今じゃちょっとね、作れないですよね。そういうところもまた面白いところです。それからですね、そうですね、五行、伝統調律五行で吹く場合は、最初の方のもうすぐ、出てくる「つの宙めり」ですね、「てる坊主」の「つの宙めり」はですね、私の私の五行はちょっとこう何て言いますかね、「つ」が低めなんで、ちょっとめるだけで「つの宙めり」出るんですね。で、割合出やすいんですけど、竹笛の場合ですね。でもちょっと難しいなっていう場合は、多少こう指でかざしてもいいかと思います。でも最近の尺八のようにグイッとこうかざさなくてもいけると思いますんで、つの宙めり少しこうご注意なさって練習してみてください。全般にはですね、そんなに難しくはないと思うんですよね。落ち着いてやれば全然楽に吹けると思いますんで、練習なさってください。